子をつけ豆絞りの手ぬぐいをかぶった狐、ひょっとこ、そしてオカメが笛、鐘、太鼓の軽快なリズムに乗って手や足や首と体全体を使って踊る、その踊りはちょっぴりエロティックでユーモアあふれるものです。昔々その昔、塩見は永田村に岡部という大変美しい娘がおったそうじゃ。村の若者たちは皆岡部に憧れておったんじゃが、この岡部に惚れたのは平助という若者じゃった。二人はめでたく夫婦になったんじゃが、二人の間には子供ができんかったんじゃ。そこで二人は近くの稲荷神社に石碑を持ってお参りすることにしたんじゃ。毎日朝早く二人が稲荷神社にお参りするのを見ていた村の若者たちは、何をしに行きおっちゃろかと思い、稲荷神社に行き木陰に隠れて二人の様子を見ておったんじゃ。そんなある日、いつものように朝早く二人でお稲荷さんに赤飯を持ってお参りすると、まだ朝ごはんを食べてもらんかった神主さんが二人の持ってきた赤飯を食べてしもうたんじゃ。これを見ていたお稲荷さんは大変怒り、狐の姿でこの世に現れてしもうたんじゃ。ところがそこに大変美しいおかめがいるのを見て、自分を美しく見せようと我を忘れて踊り出してしもうたんじゃ。これを見ていたおかめも狐につられて一緒に踊り出し、心配そうに見ていた平助と木陰から見ていた村の若者たちもつられて一緒に踊り出し、どこかへ行ってしまったんじゃ。ということで、ひょっとこの踊りが始まったんじゃ。
お酒なしはいかがでしょうか。結構大きなお餅ですね。あ、これはお餅だ。おお。おお。もらったみたいで、待って待って、お客様借りなされております。あなたもね、あれ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 
いたします。